三菱自所、サイモンアミプレミアムアウトレットアミプレミアムアウトレットは、茨城県稲城郡アミ町吉原4から1から1に所在するアウトレットモールである。2009年7月開業。三菱自所グループの三菱自所、サイモンが経営する。三菱自所、サイモンのプレミアムアウトレットとしては、日本で8番目に開業した施設である。首都圏中央連絡自動車道。 網東インターチェンジと事実上一体になっており、一般道路をほとんど走行せずアクセスできる。牛久大仏の近くに所在し、施設内から、同大仏の胴体から頭部を見ることができる。他 JR 常磐線の駅から当店まで路線バスが出ており、当店北側入り口前にある網プレミアムアウトレットバス停留所を発着する。いずれもパスもスイカとその相互利用 IC カードが利用。 可能。荒川沖駅、編集当店に停車中の荒川沖系統2009年7月8日、運行開始。15時以前の便が関東鉄道、15時以後の便が JR バス関東担当。所要時間は20分程度。列車と組み合わせることにより、東京都心から約90分以内のアクセスを実現している。 開業当初は30分間隔で運転していたが、現在はおよそ90分毎運行。店が用意した送迎バスではなく一般乗り合いバスであるが、広告への時刻表掲載など店側も広報に力を入れている。毎年元日の早朝には、初売り臨時便も運行される。荒川沖駅から乗車して、アウトレットを利用する場合に限り、 袋専用無料乗車券が配布されていたが、2017年10月31日、限りで終了。翌日11月1日からは、IC カード割引運賃が開始され、追加等では520円のところ340円となる。牛久駅、編集度休日及び特定日運行。2015年12月5日、運行開始。1日8往復。 所要時間は30分程度。関東鉄道運行。牛久車道と合わせて近隣の交楽地をつなぐ。荒川沖系統の無料乗車券は利用不可であった。また、唯一、関東鉄道バス IC1 日乗車券が利用可能なため実質700円で往復できる。日立の牛久駅、龍ヶ崎駅、森屋駅、新森屋駅、東京駅、 成田空港発着のバスが運行された時期もあるが、いずれも短命に終わっている。当店を含む募集型企画旅行が、たびたび企画されている。2015年現在は、林県からのバス旅行商品が用意されている。過去には、つくば市や福島県いわき市からもツアーが企画されていた。首都圏中央連絡自動車道、網東インターチェンジと接続しており、国内外の広域アクセスが、 極めて重視された立地となっている。県王道は、筑波研究学園都市、埼玉県や千葉県をつなぎ、東京、三戸、宇都宮、成田国際空港などの各方面と接続している。竹井東家のライトノベル、褒められて、新軍、第2巻に茨城エルフの神殿として、アミプレミアムアウトレットが登場している。ありがとうございます。